皆さんどうも、阪急シリーズ6050です。今回はチャンネル紹介ということでやっていきます。まずですね、このチャンネルは主に、JR 神戸線、大久保駅を最寄りとした、鉄道旅字幕日報、関西圏を中心とした列車撮影を、尽くしております。他にも、不定期で、ゆっくり茶番なども作成しております。続いて、動画の投稿ですが、最低でも1週間に1つ程度でアップします。次に撮影地です。僕が主に撮影してるのは、元町、西明石、大久保です。元町には気が向いた時ぐらいしか撮影には行きませんが、大久保や西明石は撮影をしてる確率が高いです。もし僕を見つけても黙っておいてください。できれば Twitter の DM で教えてくれると幸いです。とまあ、チャンネル紹介を終えたところで今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。